マルコタルノボは、ブルガリア南東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ブルガス州に属する、トルコの国境からわずか5キロメートルである。マルコタルノボは、ブルガリアの町としては唯一ストランジャ山脈の間に一致している。マルコタルノボの町では、キリスト教が多数派を占め、正教会と東方天霊カトリック教会が存在する。バルカン戦争以前は、 マルコタルノボは、オスマン帝国の街の一つとして、エディルネ州、クルクラレリ地方の一部とされていた。バルカン戦争以降、この街はブルガリアに割上された。マルコタルノボの歴史的建造物、マルコタルノボ基礎自治体には、その中心であるマルコタルノボをはじめ、以下の街村が存在している。トルコとの国境に面する。2015年を欧州難民危機の際には、 トルコからブルガリアへ流入する難民が問題となったことから、マルコタルノボにおいても2017年までに国境沿いにフェンスの建設が行われている。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。